はい、こんにちは。今日はね、Windows 10にアップデートをする方法をやっていきたいと思います。私も現在ね、こちらもう一台の方は Windows 7を使っておりますが、いよいよ1月で、サポートが切れてしまいますので、今日は Windows 7や 8.1 から Windows 10にアップグレードできる Microsoft 公式メディア作成ツールが未だに使えますので、それを使ってやっていきたいと思います。不安な方はね、私がやるこちらの Windows 10にアップデートしますやり方を見て、そのようにやってみてください。参考になれば幸いです。それでは早速長くなってもやっていきたいと思います。まずツールを今すぐダウンロードという風にありますね。ここをクリックしてダウンロードをします。その前に方法がこれだけあります。このツールを使用してこの PC を Windows 10にアップグレードするというのと、詳しくはこういう風に出てきますね。はい。で、このツールを使用して別の PC に Windows 10をインストールするためにインストールメディア、USB フラッシュドライブ、DVD、または ISO ファイルを作成するというのがお好みでしたら、こういったやり方が書いてあります。で、3番目にその他のダウンロードオプションというふうに出てきますので、まあ、一番ね、無難なところは、この一番上でいきたいと思います。では、早速、こちら、まだまだ Windows、10アップグレードできます。マイクロソフト公式メディア作成ツールを使って、私の Windows 7を10にしていきたいと思います。こんな感じで、まだまだ Windows 7ですよね。これを今日をもって10にしたいと思います。いろいろね、7の方が使いやすかったんですけどね、もう仕方なく10にしたいと思います。では、ツールを今すぐダウンロードをクリックしました。はい、この左隅に出てますね。メディアクリエーション T というふうに出ております。これが、まあ、開くにしときますね。はい。で、はいです。で、こういうふうに Windows となりました。しばらく待つと、準備ができるまで少しお待ちくださいと出ましたので、待ちます。まあ、ところどころね、こういう時間がかかる部分はカットすると思いますね。スキップするところがあると思います。まあ、著作権フリーの音楽を流しておきます。まあ、この準備ができるまで少しお待ちくださいというのが、まあ、かなり、はい、今変わりましたね。適用される通知とライセンス条項というのが出ますので、ここを一応こう、一読しますね。で、ここを拒否するのか同意するのか、もちろん同意します。右の同意するをクリックです。で、また準備ができるまで少しお待ちくださいと出ます。これでしばらく待ちます。まあ、これお休みの時とかね、ゆっくりしてる時にやってくださいね。かなりやっぱし作業時間がかかると思います。私もね、今、急にね、今日は暇なんでやっております。こういう暇な時間を使って、された方がいいと思います。これもね、準備ができるまで少し時間がかかるみたいですね。はい、まあ、ところどころね、スキップして、映像の方では短めでやりますけど、次の工程が出る前に、までスキップするところがありますので、改めてご了承ください。で、これで実行を
する操作を選んでください。この PC を今すぐアップグレードするのか、別の PC のインストールメディアを作成するのかですね。フラッシュドライブとか DVD とかで別のメディアを作成するのか。まあ、一番このままやりたい場合は上のこの PC を今すぐアップグレードするに、青丸ですね。を入れてください。そして次へです。で、Windows 10をダウンロードしていますと出ますので、この状況がしばらく続きます。100になるまでね。進行状況がここに出ます。で、この後ね、またつなぎますね。今 1% です。これが80か90になったところからまたつなぎます。はい、ここまでね、22% で進行状況が約、今23ですね。で、約10分ぐらいここまでかかっております。回線の状況とかね、お使いの PC の性能によっても変わると思いますが、現在、23% というところで10分経っております。またこの後、続けます。はい、今進行状況が 50% になりました。ここまで約15、6分かかっております。もちろん先ほども言ったように PC の状況、回線状況にもよります。今 51% です。この後また 95% になったらつなぎます。はい、今 98% になりました。Windows 7から Windows 10に、Microsoft 公式メディア作成ツールを使ってやっております。ここまで約時間が25分経過しております。進行状況は 99% という、こういった画面になります。切り替わるところをお見せして、また、はい、ダウンロードを検証していますと出ます。ここで進行状況は0%、 こういった画面になって、また100まで行きますので、また途中経過 50% と 98% ぐらいで、また切り替わるところで、飛んでお見せしたいと思います。 Windows 10のメディアを作成していますと出ております。進行状況 9% です。 PC はそのままお使いいただけますと出ております。現在 14% です。途中経過、またスキップしてお見せいたします。はい、この画面になって 58% までは早いですね。進行状況 58% まで5分ぐらいかかりました。今 59%、 先ほどの画面より Windows 10のメディアを作成しておりますという、こちらの画面の方が進行状況が早いみたいです。なお Windows 7の正式サポートは2020年1月14日火曜で、終了いたしますので、ぜひマイクロソフトは Windows 10への移行を強く進めておりますので、ぜひまだまだこちら正式のね、メディア作成ツールマイクロソフト公式使えますので、ぜひ皆さんまだ遅くありませんので、ぜひこちらを見て、参考にして、安全にアップデートしてみてください。あくまでも暇な時間にやるようにしてくださいね。このままね、98% ぐらいになったら画面をまた切り替えたいと思います。はい、98% になりました。この画面になってからは早いですね。現在、これで7分ぐらい経っておりますね。この画面になってからですね。全体では約30分ぐらいかかっております。もうすぐ次の画面に切り替わる模様です。進行状況 98% 変わりました。セットアップをする、終了する前にクリーンアップしていますと。これには数分間かかることがありますと出ますので、この状況で待ちます。はい。で、何もしないでこの状態で待ちます。出ました。準備中と出ましたね。ちょっと画面が。また立ち上がりました。更新プログラムをダウンロードしていますということで、これで更新プログラムをダウンロードが始まりました。更新プログラムをチェックしていますということで、更新プログラムのチェックが始まりました。こういった画面に変わります。はい、また消えますので、このままの状態で何もせずお待ちください。
はい、これは違った画面ですね。今立ち上がったのは私が入れているテレビチューナーの画面なんで、はい、今 PC をチェックしてますと出ました。準備をしています。ここまで約30分ですね、まあ、30分前後かかりますので、そこら辺は皆さんすぐにここまで来るわけではないんで、初めてという方はこれを見て不安がらずに、この画面通りに指示に従ってねやってください。今準備をしていますと出ました。はい、で変わりましたね。画面が適用される通知とライセンス条件というのが出ますんで、ここでですね再度この画面をスクロールしまして、同意するをクリックします。更新プログラムをダウンロードしています。これには数分かかることがあります。更新プログラムをチェックしていますということで、現在 14%。 結構ここまで来るとね、ダウンロードのスピードが早まりますので、まあその辺はいいですね。はい、そういったわけでまた 98% とか画面が変わればまたその画面から説明をします。ちょっと時間かかりそうなんで、スキップしますね。はい、 Windows 10セットアップ画面更新プログラムをダウンロードしていますという画面になって 56% まで約10分現在経過しております。58というふうに59、この辺 50% 過ぎた頃から更新プログラムをダウンロードしていますというのが早くなりましたね。 62%、 63% というふうに上がっております。また98になりましたらスキップして続けます。はい、7分で100パーになりましたね。ちょっと100パー98からいきなりね100になりましたんで、そこら辺ちょっとお見せできませんでしたが、今100になりました。ここまで約9分かかりました。インストールに必要な作業を確認していますという画面に変わります。お待ちくださいということで、はい、こういった感じになりますね。ここまで、全体的に今までこれでね約40分、最初から40分ぐらい経過しております。ここまでですね、この画面インストールに必要な作業を確認していますというところまで、ここまで約40分経過しております。Windows 10セットアップ中です。Windows のね、10アップグレードの Microsoft 公式メディア作成ツールを使いながら、現在 Windows 10のセットアップ中の画面をお見せしております。お待ちくださいが出てますね。また始まりましたら、そこからお見せします。はい、今5分経ちましたけど、まだお待ちくださいがこの画面では出ますね。しばらくこれ時間かかるみたいですね。また変わりましたらつなぎます。はい、画面が変わりました。次の作業が必要ですというふうに出ましたんでね。まあ、情報の更新、これが表示される理由っていうのが出ましたね。インストールを続けて Windows 7、 Windows の設定、個人用ファイル、アプリを引き継ぐの次の時点が、次の注意が必要ですということで、これが表示される理由っていうところをちょっとタップしました。こんな感じで、はい、出てきますね。で、ちょっとわからないんで次の方の情報を更新にしました。10に戻って、はい、情報の更新をします。
次の作業が必要ですということで、セキュリティのマイクロソフトセキュリティ、はい、Windows、まあ、引き継ぐには私はこの必要が必要ですって出たんで確認をします。はい。これでインストールの準備が完了という画面にまでなりました。ここまでね、約時間が50分かかりました。これからね、さらにここですね、インストールをクリックします。インストール準備完了という画面ですね。Windows 10ホームをインストール。コンジュニアファイルとアプリを引き継ぐにチェックが入っております。で、これからですね、いよいよインストールが始まります。はい、お分かりでしょうか。ここまで来て初めて Windows 10をインストールしていますと出ます。PC は数回再起動します。少しお待ちください。0% 完了しましたということで、今 0% ですね。こんな画面に変わります。20%、30%。まあ、インストールが始まり出すと早いですね。今 30% です。はい、これ 90% になったらまた画面をスキップしてそこからつなぎます。はい、現在 64%。 ここまで約7分から8分かかりました。 65% ですね。 Windows 10をインストールしていますと、メディア作成ツールから Windows 10にアップグレードしております。私現在 Windows 7を使ってましたけど、サポートが2020年1月14日火曜で終了しますんで、今のうちに Windows 10にインストールしております。Windows 7、基本的に使いやすくて好きだったんですけど、もうサポートが切れるということでね、やはり、まあ、時代の流れで Windows 10に今日しようと思ってやっているところです。現在 72% になりました。ここまで、約10分かかっております。全体では約1時間ぐらいかかっております。この後また続けます。はい、93% になりました。ここまで約12分、13分ぐらいかかっております。この画面になってそうですね。Windows 10をインストール画面になってからそれぐらいかかっております。現在 95% です。で、どうしてもキャンセルしたいときはこちらにあるキャンセルの窓をキャンセルしましょう。95% 完了しました。Windows 10を今インストールしております。Windows 7から Windows 10にアップグレードしておりますね。Windows 10無料版です。無料版がまだ生きておりますので、まだまだ正式に使えますので、ぜひ皆さんもまだ遅くありませんので、Windows 7から10にインストールすること、アップグレードすることを考えてみてください。まもなく PC が再起動されますと出ております。こんな感じですね。全体的にここまで約1時間ちょっとかかっております。まあ、お持ちの PC の環境にもよりますが、ここまで約1時間ちょっと経過したと。いったところです。まもなく PC が再起動されますと出ます。ここら辺ちょっと続けますね。長くなると少しカットを入れますけど、はい、まもなく PC が再起動されます。くるっと回ってますね。まだ、はいはい、再起動画面に変わりました。はい、これでシャットダウンしてますね。Windows 7から10にアップデート中です。で、再起動しますと書いてあったんで、再起動になりました。そのまま画面はほっときますね。はい、立ち上げました。私、Lenovo の PC 使ってますんで、はい、ファイルの読み込み中です。こういった画面が出ても、そのまま、はい。起動してます。はい。ここまで1時間ちょっとかかりましたね。約1時間10分ぐらいでここまで来ました。画面が今、はい、更新プログラムを構成しています。0%、PC の電源を切らないでください。処理にしばらく時間が
かかります。 PC は数回再起動しますというこういった画面になります。はい、こういった画面ですねになりますので、このまま待ちます。長くなりそうなんでスキップしてまたお見せします。はい、50分後にね再起動が1回今あったところですね。で、更新プログラムを構成しています。 30% という風で、かなりここまでは時間がかかりました。約小1時間かかりますので、それでもまだね更新プログラムを構成しておりますという風に出ております。再起動が何回か繰り返されると思いますので、その度に、動画をねスキップしてお見せしたいと思います。現在再起動が2回目ですね。で、 30% を更新プラグも構成していますという画面です。さらに更新プログラムを構成していますという 52% までに、ここまで 5,6 分かかっております。こういったね更新プログラムを構成していますという時間がね、処理にしばらく時間がかかりそうなんで、スキップしながらお見せしていきたいと思います。皆さんもねかなり時間かかります。全体でここまで約2時間かかっております。では続けます。はい、ここでね3回目の再起動画面に変わりました。途中で急に変わりますんでね、再起動画面に、はい、何度も再起動を繰り返して更新されるみたいですね。ここまで約2時間過ぎたとこです。はい、起動画面に変わりました。再起動してまた更新プログラムを構成していますと出ております。86% ですね。100% にならずに再起動を2、3回繰り返してこの画面になりました。ここまで全体最初から最後までのトータル時間が約2時間を超えたところです。2時間目でここまでの画面になりますので、皆さん十分なね余裕を持った日にやってくださいね。はい、更新プログラムを構成しております。 Windows 10にアップデート中です。 PC の電源を切らないで処理にしばらく時間がかかるといったことで、現在3回目の再起動をしたところをお見せします。その後また続きます。はい、今更新プログラムを構成していますが 98% になりました。ここまで最初からここまで2時間と13分かかっております。まあ環境によっても違います。何度も言うようですが、更新プログラムを構成していますといった具合で、現在 Windows 10をインストールしております。現在 98% で構成していますという、ここまで約2時間13分現在かかっております。 100% になりました。100と出ました。この後ずっと続けてまいります。画面が変わったらね、また長くなりますと途中をカットしますので、はい、最後まで見てくださいね。こういった画面になって繰り返しながら Windows 10へとなりますので、最初の方はね私のこの動画を見ながらやってくださいね。はい、また再起動になりました。この後からまた続きます。はい、起動して Windows 10に見事に変わりましたね。ここまで約2時間15分かかりました。皆さんもね Windows の10インストールから約最初からだと2時間15分でここまで来ました。で、エンターでパスワードを入れることになると思います。はい、私ラピスという名前なんで、ここでパスワードを入れて起動する画面を見せしたいと思います。ちょっとパスワード見せられないんでちょっとカット入れます。はい、パスワードを今入れたところです。こんな感じで約2時間15分後に Windows 10の画面になりまして、 Enter を押すとパスワードを聞いてきますので、パスワードを入れることになります。で、最初 Lenovo はね顔認証機能でカメラで、Face ID だったんですけど、やはりそういったものは全て消えてなくなります。パスワードで入るようになりますので、その辺は十分気をつけてください。最初からメーカーからにが入れてあったアプリとかは全て消えてしまいますので、
その辺は皆さん注意してください。で、こういった画面になります。これは数分かかることがあります。PC の電源を切らないでくださいと。パスワードを入力したら、こういった画面になります。ぜひ皆さんこれ参考にしてくださいね。Windows 10アップデート。まあこれからね、一頑張りして、年末のお正月のね、休みが来た時には、ぜひやってみてください。まあ、これには数分かかることがありますという感じで今出ておりますね。はい。果たしてどれぐらいかかるのか、これも長くなりそうなんで次の画面からお見せします。はい、画面が変わりました。こちらの更新プログラムはオンライン時のユーザー保護に役立ちますという画面に変わりました。PC の電源を切らないでくださいと。いうふうに出ております。これもしばらく続きそうなので、画面が変わったらまた切り替えます。はい、画面が変わりました。もうすぐですというふうに、はい、こういったデバイスプライバシー設定の選択というのが出てきます。オフライン音声認識、デバイス検索、手書き入力とタイプ入力、位置情報と、そういったものが出てきますので同意するのかどうかというのが出ますね。まあこれで一応同意します。こういったデバイスのプライバシー設定の選択が出ます。同意します。はい、 Welcome to you Microsoft eDigi スタートページというふうになりました。ここイングリッシュですよね。英語になってますんで、まあ、ジャパニーズを選択します。日本を探します。日本語ありました。これですね。はい。Get Started をクリックです。はい、これで日本語の Windows へようこそと。ここまでで全て Windows 10に変わったと。いたことになります。はい。まあここでね、いろいろキーボードの絵文字を追加するとかいうのは勉強したらいいと思いますね。はい。で、これがメインのデスクトップ画面です。それぞれのね、画面は残ってますね。はい。で、Windows 10への、はい、変わってますね。こんな感じで Windows 10で。やはりこういったねアプリは残ってます。でここら辺のね起動とか設定はし直さなければならないんですけど、一応入れてた Windows 7で入れてたアプリはそのまま残ってるといった具合になっております。こういったことで現在 Windows 10に見事7から変わりました。まあね、簡単にできたんで皆さんもぜひ、まあこれからねいろいろやっていきますが、まあ一応とりあえず7から10にこういうふうに移行されましたので、皆さんもぜひこちらを参考にしてみてください。そういったわけで今日はね、レノボ Windows 7サポートがね、来年の1月14日で切れますので、Windows 10へアップデートをしました。正式なね、Windows のこちらのリンク貼っときますので、ぜひ皆さんも同じことをやってみてください。見事に Windows 10に変わりましたので、報告して終わりたいと思います。ぜひ Windows 7から Windows 10に皆さん早めにすることをお勧めします。そういったわけで今日は Windows 10にアップデートしてみました。Windows 7からですね、無料でまだできますので、正式の Windows のサイトから行けます。リンクは下に貼っときますので、詳細の方から見てください。よければいいね、よろしく、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまたです。さよなら。